今度はどうかな。はい、2018年4月の3日、21時5分です。よろしくお願いします。どうもどうも、いらっしゃい。楽しんでいってください。はい、こんばんは。なんだこれ。なんだこれ。どっか行った。なんだこれ。どこ行った。あれ、コメント、あれコメントどこ行った。あれ、コメント部屋消えた。どこだ。ちょっと待って。あれ、どこ行った。コメント欄消えたな。あれ、マジか。ちょっと待って、コメントキャプチャーします。ウィンドウキャプチャー。でかいでかいでかい。でかいよ。はい、久々来れた。あ、ごめんね、狐枠だから誰だかわかんないんだけど。いらっしゃい、楽しんでってください。いらっしゃい。何回出たり入ったらうぜえんだよ。ごめん、日本語ちゃんと書いて、よく意味がわかんない。何回出たら入ったらうぜえんだよがよくわかんないから。何言ってるか全然わかんない。日本語は正しく使いましょう。ごめんなさい、おっしゃってる意味が全くわかんないです。はい、どうも、お疲れっす。お疲れ様です。ああ、ここが一番落ち着く。ありがとう、ありがとう。楽しんでって。もうそう言ってもらえると嬉しいよ。メガネはね、買ったんじゃなくて、これがよくずれてたの、こうやって。これをずれを止め、後ろの曲げてもらって、ずれないようにしてもらって。で、もう一個丸メガネを持ってたんだけど、それをレンズを交換してもらってきた。で、10日後にできるって言われたね。これはだから、いつも普段かけてるメガネだけど。なんかね、やたらね、下にこうやってずれてくんだよ。あ、よくこうやってやってたでしょ？こうやって。ピタッとこの辺でフィットするようにしてもらった。最近また稼げなくなったね。難しいね。マンスリーランキング見てから言ってもらっていいっすか？マンスリーランキング見てる？あなたの印象ですよね、稼げなくなったって。今月もう始まって2日ですけど、全然稼げてますけど、僕トップ28位っすよ。トップ28位なんですけど、全然稼げてるんですけど、何を言ってるんですか？あなたの印象とか、あなたの判断っていうかさ、あなたの、そう、感想でしょ？全然稼げてるけど。のんちゃん、俺のタバコ吸い、あったあった。いや、ピキるなじゃなくてさ、なんか、そう、なんか腹立つじゃん。
いや、相手にしなくていいよって言うけど、ムカつくんだよね、こういうやつ。配信家を名乗って28ってのは。論点ずれてません。論点ずれてません。僕が名乗ってることとは何にも関係なくないですか？それは。何か関係があるんですか？稼げないって言われた、稼げなくなったって言われたから、いや別に稼げてますよって言ってるだけで。余裕がないからじゃなくて、僕バカ相手にするの嫌いなんですよ。話がわからないわけじゃないですか。そう、いくら説明しても。余裕がないからとかじゃなくて、バカを相手にするのって一番疲れません？普通に腹が立つし、頭にくるんだよね。で、大体弁やかってくるやつって関西弁なんだよね。何なんだろう。俺関西人ほんと大っ嫌いだわ。特に大阪弁使うやつ。本当に嫌い。心の底から、アンチコメント打つやつって大体関西弁なんだよ。わかる？なんとかやないかとか。もう俺本当に大阪の男嫌いなんだよ。ノリも嫌いだし、頭の悪さも嫌いだし、教養のないところのノリも全部嫌いだわ、大阪の男。品がね。いや、本当に嫌い、俺。な、関西弁だろ。いや、エセじゃないと思うよ。一番は誰なの？ふわっちで2番目にタバコ美味しそうにする。 一番は誰なんだろうな。ああ、便所太郎さんうまそうに吸う。 俺はアメスピだね。俺はアメスピ。高いよね、アメスピね。JT になったから味変わった？なんか日本農家でね、いや作り始めたって書いてあったね。やだよね。
俺さ、いつも思うんだけどさ、配信者に質問をして全部答えなければいけないっていうのは、俺よくわかんないんだよね、ニコ生の配信者だから。コメントスルーされるのが普通じゃん。で、なんか、フワッチとかキャスのリスナーってさ、全部のコメントに返信しないといけないと思ってるんだけど、俺さ、普段さ、200人とか300人相手にさ、放送やってんだよ。で、全部のコメント拾えるわけないじゃないですか。だから、トツかけてくればいいのにね、言いたいことがあるんだったら。なんかコメントって俺拾われないのが普通だと思ってるんだけど、みんなそう思わない？だって全くさ、関係ない他人にさ、何かの質問をされても答えないでしょ。でしょ？人間関係できてなくてさ、なんか俺別にリスナーの質問なんか答えなくていいと思ってるから。ありがとう、24号さん。暇つぶしと気紛らわせるんだったらいいかもしんないね。はい、ワトツ。はいはい、いらっしゃい。そう、別にどうしてもコメント読んでもらいたいんだったら花火でも何でも投げりゃいいのにね。そのための俺は花火だと思ってるから。でもそう思いません？なんか質問に答える場所ではないと思ってるんだよね、俺。配信は別に。表現をする場所であって、見る場所であって。で、別になんか、リスナー同士がやり合うんだったらいいの。レスで、どうだね、こうだねっていう。なんか別に、配信一個一個丁寧に質疑応答する記者会見みたいな枠とかじゃないと思うけど。いや、難しい話じゃないよ。リスナーのコメントには別に答えなくてもいいと思うよっていう。だって便所の落書きにレスポンスしないでしょ、誰も。お疲れ。コメスルーされたとか言っても、なんかニコ生とかだと別にスルーされて普通だと思うし、なんか面白いコメント書けばいいんじゃないのっていう、読まれるぐらいの。もしくはアイテム投げるかっていう。俺はそういうもんだと思うけど。それが配信だと思ってる。なんか書きたいことを書いていいから、俺も自由に喋るよっていう。わかる？書きたいこと別に書いていいよって。ただ、俺は読み上げちゃんじゃないから、コメント読み上げもしないし、拾いたいコメントだけ拾うっていう。それが俺のスタイルだね。別に自由に何書いてもいいけど。お互い自由にやればいいんじゃないの。絡みたい人とだけ絡むのが普通だと思うけど。なんか間違ってるかね。俺、ふわっち離れ多いどころか、ツイキャスもニコ生勢も結局戻ってきてると思ってんだけど、よっさんとか、関慎吾とかも、ニコ生だ、ニコ生だって言って、結局ふわっち戻ってきたし、俺、ツイキャスの配信者もほとんど戻ってきてると思ってて、やっぱ俺、ふわっち最強だと思ってるけど、ツイキャスはやんないね、俺は。まあまあ、ニコ生はやる理由がないよね。やるメリットがないから、配信者にとって。運営はさ、もうリスナーのこと金づるだと思ってるし、配信者のこと道具だとしか思ってないから。俺はあそこのサイトは、ねえ、あれだね。バカありがとう。お疲れ。ありがとね。みんなアイテムよろしく。
あとね、45発花火欲しい。よろしく。ツイキャスのね、ライブは人来なかったんじゃなくて、始めた時に300あったんだけど、結局、なんかアンチの通報に、虚偽通報に運営がおすすめ規制したから、もうクソサイトだなと思って、運営対応しないし。だからね、やめた、もう。要は、あぐらかいてるサイトとはやりたくない、付き合いたくないんだよね、俺。嫌じゃん。だって運営さんのさ、仕事って配信者を守ることだし、より良いサービスを作ってリスナーさんにいいサービスを提供することが配信サイトの役割だと思ってんのね、俺は。それを考えたら、やっぱり、付き合いきれないなと思って、ニコ生とツイキャスは。俺はふわっち選んでよかったよ。ふわっちはユーザーライクだから、配信者のことを守るし。俺はね、囲いとかはいらないと思ってるかな。囲いもアンチも同じ人間だと思ってるから。俺はアンチも囲いもいらないね。そう、俺はリスナーにすり寄るつもりなくて、リスナーが合わせるのが普通だと思ってるから。だって金払って俺が枠開いてるわけだからさ。なんで俺がリスナーにすり寄らないといけないのかっていう。俺は人に合わせるつもりないね。クリショーはひどかったね。俺も数千円、数万円あったんだけど、全部消されたから、もうやめた。俺はなんか、主導権取るのは配信者の方でいいと思ってるよ。別に俺、花火師にいいねなんかしてないよ。何、花火師にいいねしてすり寄ったって。ありがとうございます。匿名さん、花火ありがとう。一緒に頑張ろうね。俺は病院で暇だったらさ、病院なのかどうなのか、家で療養してんのか分かんないけど、一緒に暇つぶそうね。楽しく過ごそう。ありがとうね。頑張ろう。花火ありがとう。俺も頑張るから。俺も配信頑張るから、闘病頑張って。川崎洋平、いや別に俺引き上げるとかそういうつもりないよ。洋平くんがやりたいようにやるのがいいんじゃないの。ありがとうね、匿名さん。頑張ろうね。俺ね、働きたくないから配信者選んだんだよね。だから、働きたい人に働いてもらえばいいんじゃないの。嘘、どれさんセクシー枠にいた？ アホだな。 もう暇で暇でしょうがないんだろうね。そんなことは配信やればいいのにね。なんでやんないんだろう、配信。今朝 暇なんだろうね、多分ね。生活保護俺もらってないっすよ。いや、働きたくなくて配信者にもなりたくなかったらならなきゃいいじゃん。ニートでもやってりゃいいんじゃないの。みんなも花火頑張って。俺も配信頑張るから。あと44発頑張ろう。頑張ろうね、一緒に。担当に殺されるって担当って誰？
宗教家の才能、いや俺は宗教家になるつもりなんかなくて、俺はアーティストだと思ってるから、宗教の教祖になりたいなんて思ったことないよ。俺はアーティストね。宗教じゃ人は救われないでしょ。金梅さんの夢はクソだるいからサボってる。金梅さんから電話かかってきたら絶好調っすよとか最高っすよとか、なんか最高の指輪できてますよって言うけど、本当のこと言うと何にもやってないね。めんどくせえから、クソだるいから何にもやってないね。でも金梅さんから詰められんの結構。もう納期がね、納品日が3月の1日だったんだけど、ぶっちゃけた話何にもやってないんだよね。だからうまく言っといて、金梅さんに。ワド頑張ってるよって。だって指輪とか作ったことないんだよ俺。なんで俺が指輪作んないといけないのってなるでしょ。作り方わかんねんのも、うん、作り方知らないんだもん。だって指輪作ったことないんだよ、うん、そんなん作れるわけないじゃん。手頃のキャッチコピー決めてないね、まだね。うん、手頃のキャッチコピー全然決めてない。うん、知らない。で忙しいんだもん、やることいっぱいあるんだもん。人の指輪作ってる時間なんかないよ。だっていいじゃん、もうカルティエのリング買ったんだから。お疲れドルさん、お疲れっす。もう料理配信はもうこれ以上しない、めんどくさい。料理配信しないっすね。もう二度とやんない。みんな花火よろしく。そんなことはさておき、あと1時間ぐらいで花火44発稼ぎたいから花火よろしくね。よろしく。うんとね、100万稼ごうと思ってて、今月だいたい1日ね3万5000円ぐらい稼がないといけなくて、あと44発足りないんだよ。だみんな頑張ってよろしく。気合い入れてこうぜ。
小杉じゃないよ、俺アーティスト。メガホンありがとう。いや、テル関係ない。もう俺稼ぎたいんだよね。卵味噌に花火負けてる。いや別に誰とも比べてないよ。とりあえず100万稼ぎたいなと思って、うん、そろそろいいかなと思って。思うね、うん、そろそろいいんじゃねえかなって。そろそろもうあのなんつうの、100万稼いでもいい頃だなと思うね。頑張るよ、ありがとう。普通の配信だよ。うん、頑張る頑張る。俺もできると思ってる。うん、うん、頑張るよ、ありがとうね。うん、通常枠ずっとやってたよ今日。さっきまでやってたんだよ。うん、でもやっぱりキツネ枠の方がなぜか花火上がるからさ。しょうがないんだよ、食っていくためには。やっぱり目標にコミットしたいから。そうだね、最低100だね。一回でもいいからやっぱ配信で稼ぎたいじゃん。うん、爪痕残したくない？うん、ありがとう、匿名さん。花火ありがとう。ありがとうございます。匿名さん、ありがとう。やっぱ爪痕残したいじゃん。せっかくやってるわけだから。よっしゃ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。ありがとう。いや、毎日3万5千円だから。毎日。平均値で花火1日70発上げないと。平均ね。昨日は昨日だから、今日は今日だから、うん、今日は今日。昨日の話はするつもりないよ、俺は。色恋営業はしない。うん。自分を偽るつもりないね。うん。俺らしく生きて、そのまんまやって、普通に稼ぎたいの。だからメンズからも欲しいね。男気花火がね。
コラボ、凸待ちやってるから凸上がってくればいいんじゃない？別にリスナーさんでも生主でも凸全然断ってないよ。いや、変えてないよ、路線。別に。変えてない、変えてない。イーストキャンペーンなんかしてないよ、俺。いやー、眠くなったら寝ようかなと思ってるね。達成できなかったら達成できなかったり、悔しいけど。でも俺はリスナー信じてるね。今日44発あと上がるっていう。俺はリスナーを信じるよ。俺は信じてる。俺のリスナーならやってくれるっていう。一日ね、70発だね。1日70発。はい、ワード2。別に誰かのパクリをしてるわけじゃないから。達成したら寝る。イベントとかやんない。煽ってないよ、別に。花火よろしくねって。それだけ。今日も頑張ろうねって。知らねえよな、お気兄さんとか。瞬殺してやるわ 捨て頃で大恥かかせてやるわ いや、俺上がると思うよ。ファンタスティック4回に、もしくはね、大花火のファンタスティック2回に、あと4発でしょ。余裕でしょ。余裕だと思うよ。頑張り方簡単簡単。ポーンって花火投げればいいだけ 簡単だよ。いや、愛されてるよ、俺は。大丈夫よ。余裕だよ。あ、残り33発だね。残り33。投げない人は投げないこと言わなくていいよ。投げない人は何言っても投げないから。俺は投げる人を待ってるわけだから。睡眠障害ないよ、特に。大丈夫だよ。前みたいになったらってどういうこと？前みたいってどういうこと？69号さん。最高ね、1日っていうか、1枠で、花火100発と、大花火が30発ぐらいかな。マックス。いや、別に辛くないよ。花火くださいじゃなくて、花火よろしくねって言ってんの。頼むよって。ああ、別にいろんな話話題振ってくれたらするよ。全然するする。それはだって俺のライフワークだから。政権好きの時と、あとなんでかわかんないけど、2月いきなりボン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 もらえたんだよね。なんでかわかんないけど。
あれはよく分かんなかったね。はいはい、いらっしゃい。今来た。お疲れ。いや、威張ってないよ、全然。威張ってるように見えるの？なんで？イベントの時どうだろうな。いや、あんまりうちは関係ないかな。イベントだから上がるってわけじゃないね。まあ見るのも応援だと思うよ。見るのもコメント書くのも応援でしょ。うん、はいはい、69号さん、またね。リスワンのタオルあるよ。あるある。トイレ行ってくるわ。いや、コメントも応援でしょ。そうだね、昔はアイテム自体がなかったから閲覧数とかコメント数が指標だったよね。うん、ドレさんはもう1ヶ月配信してないね。体重差はね、俺75キロまで詰めてるから、相手が多分減量して80キロまで落としてくるはずだから、うん、ないと向こうが失格だからね。アイテム精度が別に俺配信をダメにしたとは思ってないけどな。で、そう思うんだったらキャスとか見ればいいんじゃないの？キャスとかニコ生とか。俺配信、なんだろう、アイテム投げられるようになって投げ銭は、普通に配信者が良くなったと思ってるんだよね。悪くなってはないと思うよ。具体的に何がダメになったの？俺別に配信者食えてなかった方が問題あると思ってたから、自然な流れだと思うよ。食えるようになったっていうのが。どこもダメになってなくない？実際。髪の毛切りたいね。髪の毛は切りたい。うん、悪ノリが始まったよ。始まったよ、悪ノリが。お前らがそう来るなら分かった。
花火ください、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 花火ありがとう、花火ください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 、お前らがそう来るんなら俺もこう来るから、うん、いやもう無理、もう無理、喉痛い、もう疲れた、いや無理無理無理、超つまらないなら見なきゃいいじゃん、もったいなくない、時間、まあ一発はでかいね、この一発はでかいね、この一発はでかい、もう一回やったらもう一回来るかな、いや2番選手はダメでしょ、2番選手は通用しないから、今まで一番言われて辛かった言葉はカレーまずかっただね。今までで一番辛かった傷ついた言葉はカレーがまずかっただよ。
俺はね、直樹兄さんっていうね、人とね、ボクシングルールでやるよ。楽勝だよ、楽勝。余裕だよ。今回は俺の余裕。俺は余裕のよっちゃんですよ。いや、俺の方が強いでしょ。どう見たって。どう考えても俺の方が強いと思うよ。だってリスナーさんが勝つって言ってるもん、100%。決め技は言わないよ。今後このまま花火飛ばなくなったらどうすんの？いや、どうしようもなくない？だ、どうすんのっつうか、どうしようもないでしょ。逆にどうしたらいいの？逆にどうしたらいいの？花火飛ばなくなったら終わりなだけじゃん。花火投げすぎて破産とかないと思うよ。大丈夫。いや、飛ばなくなったら飛ばなくなったらでいいじゃん。しょうがないじゃん。飛ぶときは飛ぶし、飛ばないときは飛ばないよ。こんな水商売みたいなもんなんだから。逆に投げる人がいるかいないかだけでしょ。いや、旅しようも何も金がなかったら旅なんかしてる余裕ないよ。嫌われてる理由？別に嫌われてても俺いいもん。全然嫌われてていいもん。これ生活保護じゃないよ。プライド捨ててますね。プライドなんかだって、プライドじゃ飯食えないからね。プライドなんかいらないでしょ。プライドいる？いや、外でアンチに襲われたことないね。こんばんは。聞いたコメント、いや、コメントで
聞いたことは一回もないね。うん。だから便所の落書きに書いてある言葉に聞かないでしょみんな。別にコメントで聞くとかが意味が分かんない。だから知らない人に何言われても全然聞きようがないじゃん。だって世の中って誰かが悪口言ってるじゃん。居酒屋、新橋とかで居酒屋とか行ってこらんよ。人の悪口ばっかりだよ。でしょ、うん、別になんかみんな悪口言ってるんじゃん。俺は言わないけど、俺悪口言わないから嫌いだからさ悪口。配信以外に仕事っていうか、ね、そもそも仕事自体をやりたくないっていうのが俺の考え方なの。仕事自体嫌なんだよね。だから別に配信も仕事だと思ってない。正直言うと働きたくないから俺は配信始めたんだよね。俺がやることじゃないの。うん、アルバイトとかいろいろやってきたけどさ、あんな奴隷じゃん現代の。シルバーアクセ辞めてないよ、うん、シルバーアクセ辞めてない。働いて嫌なことあった？いやだるい。だって俺が働かなくてもその会社回るんだもん。いや誰でもいいってわけじゃん。いや俺ずっと営業マンもやってたよ、正社員でやってた、やってた。ただ会社が有名になるだけだし、会社にさ無形資産がストックされる仕組みが嫌だったんだよね。だから俺はいいやと思って、俺のやることじゃないやと思って、いや営業の畑で育ってもうずっとやってたよ、5、6年やってたよ。うん、でも俺別に経営者じゃないよ。いや独立する気もないな、めんどくさいじゃん。っていうか働きたくないんだよね基本的に。好きなことだけやってて金稼ぎたいんだよね。いやー免許持ってないもん。トラックもやだね、うん、運転とかあんま好きじゃないし。あーめんどくさいよね。いやだから無視してるじゃん。同じ質問はめんどくさいから面白くない質問はスルーだね。あ俺もめんどくさかったね実際、同じ質問ずっと来るから。だからもう答えたいコメントだけ拾えばいいんだよ、うん、手取り十数万でね。例えばだから中卒の俺だとアルバイトとかだから時給1000円で日当8000円で、まあ手取りいくらぐらいだろう、8、まあ手取り15万ぐらいか。週5日間8時間会社に拘束されて、やりたくもないことやって、で月に16万保証されてるボタンは俺は押さなかったね、めんどくさいから。ノレさん入院してんの知らない。まず入院自体が知らないから、退院も知らない。好きなことやって稼ぐのが一番いいよね、うん、俺もそう思うね。いやいや思うようにやってるよ。なんでやってないと思ったの？思うようにやってるよ。
ってるやってる。自由気ままにやってるよ。いやだから良いですやんって、別に俺文句言ってないけど、配信に勇気とか必要ないと思うよ。いやブロック自体あんまりしてない俺。いや別に金がなくても何でもできるし、金があったら便利なだけじゃん。金なくても何でもできるでしょ。さらけ、すべてさらけ出せない、なんで。だから人付き合いするのも全部さらけ出してるようなもんじゃん。だってみんなは神の目線で見てるわけじゃん俺の人生を。でも別に神様も見てるんだから同じじゃん。俺お酒飲まないよ。金がなんかないのが嫌なら働けばいいじゃん。金がないのが嫌だったら働けばいいんじゃない。いや俺はないものねだりは別にするつもりないから。悪口言われてるんじゃないか。いや誰かしらが言ってる、陰口で言ってるだけでさ。うん、もともと喋るのが好きだったのね。で、それで金に変わんねえかなと思って、喋りで飯食えないかなと思ってさ。いやあのね、金は正直持ってるけど花火はちょっとっていうのはね、要は俺に支援する気がないってことなのよ。言わなくていいよわざわざ。金腐るほど持ってて花火投げませんって言ってるのって何を言ってるかっていうと、お前に価値はないって言ってるようなもんで、俺すげえ不愉快なの。だったら見るべきじゃないじゃん。いや金腐るほど持ってるけど花火投げたくねえっていうのは、お前のこと応援しないって言われてんのと俺からすると同義なんだよね。それってただ金持ってるアピールするより立ちが悪いじゃん。違う？見るだけ、受け取るもんは受け取って、ただで受け取って応援しませんっていう態度はなんか俺からすると何なんって思うけど、別に応援しなくて見るっていうのは別に構わないけど、楽しいかそんなことやって。いや泥棒だとは思わないけど、別になんか傍観者って感じ。楽しいかそんなの。おはよう。いや別に暇つぶしてもいいけど、俺なんか時間ってすげえかけがえのない、風船ありがとう。時間って金よりも価値があるものだと思ってんの。金より価値のある時間を俺に吸い取られてるっていうのがやばいわけじゃん。だったらその時間、いい時間の使い方するんだったらどうなんだろうね。別に見ていいんじゃん。俺は価値のないもの見ないけどね。人生もったいねえから。
俺は価値のないものは見ない。うん、いや別に楽しんだったらいいんじゃない。俺の人生じゃないし。楽しいね、人生。いや、荒れてないよ、別に。俺自身は荒れてないよ。YouTube 見てくれるとありがたいね。うん。ありがたい。いや、喫煙するとね、荒れるっていうか荒らされるよね。うん、お疲れ。184で言うのは俺にしか読めないコメント、こっちのコメ ここに表示されてないでしょ。他のリスナーは見えてないの。うん、いや狐枠の方が花火上がるんだよね。だから今日のノルマ達成できてなかったから、あと42発必要なんですよ。なんでなんだろうね。なんで狐の方がアイテム上がるんだろう。全然意味わかんないんだよな。でもまあしょうがないよね。背に腹は変えらんないからアイテム上がる方やるしかないよね。いや喋ってるからだね。飲み物は喋ってるから水分飛ぶの。毎日そうだね、ノルマ70発だね、今月のノルマね。うん、あと43発42発か、うん、はい、ワード2いらっしゃい。俺も不快だよ、もう全然楽しくないよ。うん、アンチが湧くから囲いがアイテム投げたくなる。ああ、そういう心理か。じゃあまあしょうがないよね。うん、要はアンチを黙らせるにはもう花火しかねえんだよ。だから花火上がってる枠って荒れないからね。余談、今一人しかいないね。
何やってんのか分かんねえな。リスナーに負担？なんでリスナーさんが負担になるの？なんで？なんでリスナーさんに負担かかるっていう風に考えるんだろう。だって俺に花火投げたい人が俺に花火投げるんだからウィンウィンじゃん。俺のことが好きで俺が喜ぶ顔を見たい人が俺に花火くれるわけじゃん。で俺は嬉しいわけじゃん。ウィンウィンじゃない？なんで負担なのか分かんないんだけど。花火投げるのは負担じゃないでしょ。花火投げたいから投げてくれるんだから喜びでしょ。俺が喜ぶ顔を見たいんだから。別にリスナーさんにノルマなんか定めてないよ。俺が勝手にやってるだけだよ。そう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 、世の中には大金持ちがいるんだよ。そう、110号さんが言うのが正解。そうそう、おひねりおひねり、お気持ちだよ、うん、だって稼ぎたいんだもん64号、うん、元気だよ。石野とは連絡取ってないね。どうなんだろうね。だからノルマはないよ別に。俺の目標でしょ。俺の目標。別にリスナーさんに自由にコメント書いてるじゃん。いや、ソソが一番のスポンサーって別に誰がナンバーワンとか言うつもりないよ、うん、っていうかアイテム投げてる人は知ってるけどランキングがつくから。アイテム投げてないから知らないんだよ。アイテム投げてる人は知ってるけど自分が何位って書かれるから。俺に何番目にアイテム投げてるか。俺ノルマなんて言ってないよ。でも別にのりこ関係ないと思うけど。どうやって見るのじゃなくてアイテム投げたらその日の終わりに今何位ですよって送られてくるはず。今あなたワドのフォロワーの中で何位ですよって送られてくるの。何開き直った感じだなって、何勝手な解釈やめて。5号さん別に開き直ってないから、思ったこと言ってるから。それあなたの解釈でしょ、うん、そんなやつじゃないっていうの囲いのそれセリフだからやめて。俺は俺だから、うん、その五号さんが勝手にこういうやつに違いないって思って、俺はこういうやつだから応援してるとか、そういう性質じゃん。俺は別に普通に配信してるだけだから。別に開き直っても何にもない、本音を話してるだけだから。俺別に女の話なんかしてないけど、うん、だったら投げなきゃいいじゃん104号っていうかね。投げてないやつが文句言うんだよ。投げてないやつが文句言うの。投げてる人は文句言わないよ、うん、親と仲悪いどころかもう縁切ってる、付き合いない、うん、そう勝手に信じて勝手に盲信して勝手に裏切られたって言われても困るんだよ。俺別に普通に話してるだけじゃん今で。あの嫌なやつと話したら嫌な感じになるじゃん。別にいい話してたらいい感じになるじゃん、うん、両親とも、うん、なんで縁切ったの？いや仲悪かったからでしょ。
まあ、要は家族いない、俺は。簡単に言ったら。要は、家族いない。うん、ただそれだけ。なんで縁切れた？いや、だから仲悪いからだよ。付き合うつもりないから。嫌いなやつは親でも切るから、俺は。別に、だって親なんか死んだって別に構わないじゃん、他人なんだから。生きようが死のうが関わりたくない人間とは切るんだよ。別にいいじゃん、それで。子供じゃないんだから。自分でやってきゃいいんだよ。ああ、行かない行かない、墓なんか。いつから、何年ぐらいだろうな。いつから、もう何年経つ？ 6 年ぐらい。ストレス溜まるけど食ってかないとさ。バカありがとう。いや、俺だって別に通常枠で花火上がるんだったら全然通常枠やるよ。優先するよ。でもしょうがないじゃん。背に腹は変えらんねえじゃん。ストレス溜まろうが何だろうが、自分で掲げた目標は取りに行かないと、やっぱり。実家にも興味ないよ、全然。普通とは違うんだよ、ちょっと。普通の家族関係。いや、だから、親が好きだって言ったりとか、親と仲いいとか、兄弟仲いいって、羨ましいなって思うよ。いや、別に反抗期とかじゃないよ。いや、だって、キツネの方が花火上がるんだもん、しょうがないじゃん。いや、友達いない、一人もいない、俺は。いや、だから別に嫌われてるのは嫌われてるでいいじゃん。なんで俺が好かれないといけないんだよ。なんで俺を好かれるキャラになってほしいの。俺、ヒカル君友達じゃないよ。テルも友達じゃないし、ドレさんも友達じゃない、鮫島さんも友達じゃないよ。はっきり言って、その友達作りに俺配信やってるわけじゃねえんだわ。いや、さっき説明したじゃん。嫌いだっつったじゃん。親とはうまくいってないんじゃなくて、縁を切ってるの。今説明し終わったところだから。今話し終わったところ。金稼ぎのための放送。おー、まあ、それでもいいけど。いや、配信好きだから。配信好きだから。ありがとう。花火ありがとう。そう。ていうか、俺は友達なんていらないと思ってる人間だから。友達なんかいらない、はっきり言って。言いたいこと言えなくなる方がよっぽど怖いよ。何やる気ないって。やる気あるんだけど。ありがとう、109号。俺にはファンがいればいいの。俺にはファンがいればいい。どんな時に親が嫌いになるの？どんな時に親が嫌いになる？いや、ただ人間として嫌いなだけだったの。この人嫌いだなって思っただけ。合う合わないってあるじゃん。いや、死んだらどうするって、死んだらどうしようもできないでしょ。未来のことは分かんないよ。死んだらどうするって、死んだ人間は戻ってこないよ。母親には虐待されてたね。
まあ悲しいよ。テルとかヒカルくんが死んだらすげえ悲しいよ、ドレさんとか。だから何かするかっつったら何もしないよ。泣くんじゃないの。寂しくて。悲しくて泣いたりはするだろうけど、別に何もしない。泣くかどうかわかんないよ、その時にならないと。でも俺はテルとかドレさんとかヒカルくん死んだら泣くけどな、多分。いや、泣くよ。なんで泣かないって勝手に思ってんの？泣くでしょ、そりゃ。で、リスナーが死んだって泣くだろうね、俺は。それ普通だろ。いや、鮫島さんは泣かないかな。ちょっと腹抱えて笑うかもしれない。鮫島さんと石野は死んだ時腹抱えて笑うかもしれない。爆笑するかもしれないよ。それはちょっと笑うかもしれない。テルは死んだら悲しい。ヒカル君死んだら泣く。ドルさん死んだら泣くけど、鮫島さんと石野は爆笑するね、多分。ああ、羨ましいね、慎吾さんね。でも、俺にはのりこがいるしさ。いや、うるせえな、112号。文句あんだったら見なきゃいいだろう。うるせえわ、お前、112号。お前のために放送やってんじゃねえわ。人の生き方否定してんじゃねえよ。文句あんだったら見んなよ。泣くだけで感情を形に表さないのか。感情を形に表すって何？テルの銅像とか作んの？粘土とかで。わかんないけど。何形に表すって。バイバイ。もうコメントすんなよ、じゃあ。いや、だから一番傷ついたのは何だろうな。母親に産まなきゃよかったって言われた時にすげえ傷ついたけどね。子供の頃、小学1年生ぐらいの時本気で言われたからね。あんたなんて産まなきゃよかったって言った時に、もういつか殺そうと思ったもんね。俺はだからもうそんな親とは縁切るんだよ。知らないよ、なんで生まれて。おめえが産んだからだろうっていう。おめえが産んだからだろうって。産まなきゃよかったじゃねえよ、バカ野郎っつって。あ、言われたよ、面と向かってはっきり。だから俺はあいつには頼らないって思ってるね。あ、俺 ADHD だよ。いや、俺は本当に、あ、もうこの人とはもう絶対に関わらないと思ったね。だったら降ろせよって思わない？だったら殺せよって思うんだけど。だから俺はそういう人間性は、お父さんはね、もう小学2年生の頃に離婚してたんだ。だから、しょうがなかったんだよね。小学1年生でどうやって親を追い込むんだよ。いや、だからぶん殴られてたよ、本当に。子供の頃はぶん殴られたなんてレベルじゃないよ、本当に。だから俺はっきり言うけど、便所さんの枠不快なんだよ。最近その虐待って言ってるけど、あれは不快なんだよね、俺。あのね、あんなの虐待に入らねえよ。 はっきり言って、小突いたとかいうレベルじゃねえぞ。馬乗りになって殴られてたわ。貧乏じゃないね。金は結構あったね。あんなの虐待だったら、うちの家庭虐待レベルじゃねえよ、ほんと。いや、見てない、最近。タイトルだけチラッと目についちゃうだけ。最近便所さんの枠見てない。弟とかはもう1歳とかだった。
俺が小1だったから、弟は1歳じゃないか、2歳とか3歳かで、妹が幼稚園の中年とかだったから記憶がないんだよ、うん、いや誰も守ってくんないよ、うん、おばあちゃんはその後引っ越してくるの、なんかおかしいってなって、母親がおかしいことに気づいて、で俺がグレたのを気づいて、で弟をこういう風に俺みたいに育てたくないっつって、ばあちゃんが家に来たの、母親育てらんないって、なんかあんた変なことやってるって気づいたの、ばあちゃんが、だばあちゃんが、ばあちゃんがなんつうの、妹と弟を食わせたのずっと、だばあちゃんはなんか察したんでしょ、うん、なんか長男がひねくれすぎてるっていう、母親の名字じゃないよ、まあまあしょうがないじゃん、うん、俺はだけどばあちゃん好きだよ、うん、俺正直言うとあの母方のばあちゃんすげえ好きだよ、うん、縁切れたのはちょっとしょうがないなと思って、縁だなと思ってるけど、俺はばあちゃん好きだよ、うん、頑固なところも悪いところも含めて、だから五号さんさ、配信でそんなこと言わなくてもいいよじゃなくて、俺は言いたいこと喋るために言ってんの、あの俺の配信が気に入らねえんだったら見なきゃいいじゃん、うん、あの人の生き方に口出すほど野暮な生き方すんじゃねえよ、俺は俺だから、うん、であなたがそうしなきゃいいだけでしょ、あなたが自主的に見てるんだよこの放送、そうじゃないの、配信で話さなきゃいいじゃなくて、ここは俺が自由に喋る場所なんだよ、でリスナーも自由に喋らせてんじゃん、嫌、うん、だったら自分を変えて、俺はばあちゃん好きだね、うん、社会を見返そうっていうか、俺は社会に関心がないね、俺は身近にいる人が幸せだったりとか、身近にいる人が笑顔だったらそれでいい、会ってないって、だから全員会ってないって、家族全部いないんだって、うん、だから覚えといて、家族はいないっていう、うん、そう、ここは俺の枠だから、気に入らないんだったらブラウザバックしてくれよ、うん、俺は自由にやるよ、その代わりにアンチコメントも自由にやってんだから、自由にやろうよお互い、それが唯一のルールだよ、わかんねえなばあちゃん、まだ生きてるといいけどね、どうなんだろうね、まあ長生きしてほしいね、なんだよお涙ちょうだいって、気に入らねえんだったら、だからなんだよお涙ちょうだい、それお前の感想だろ、うん、いやーどうだろうね、沖縄だからね、めちゃめちゃ長生きだし、だって78歳とか80歳になってても働いてたかんね、コンビニでバイトやってたよ、でまだ働きたいっつってたかんね、死ぬまで働きたいっつってたから、すごくない、コンビニで働いてんだよ70過ぎて、すげえよな、うん、カメラの重心がずれてんのが気になる、どれくらいかな、これくらいかな、いやすごいよね、そうそうそう、コンテンツ腐るほどあって、そうふわっちだけでも400人やってて、なんでその不快だっていうなら俺の放送を見るんだっていうのはよくわかんないよね、うん、他行けよっていう、俺ね沖縄のハーフだね母方が沖縄だね、わざつ、うん、俺だって雑談やりたくて配信やってんの、いや不快なのに叩いてもいいんだけど別に、
雑談好きなんだもん。なんで雑談しちゃいけないの？雑談好きだよ。ああ、でもそれはあるよね。異形なものとか攻撃対象って生き物の本能って。俺だから一人で生きていくのが楽だもん。わかるわかる。群れるのも本能だし、異物を排除するっていうのは本能だよ、人間の。それはすげえわかる。じゃあ母親がもうすでに中学校か高校の頃には沖縄から出てるのよ。だから家系が沖縄なだけなの、母方の。で、ばあちゃんは沖縄にずっと住んでたけど、要はばあちゃんが子供が中学生ぐらいの頃に、要は千葉に来てんの。マイク飛んでる？マイク飛んでる？みんな。音飛んでる？どう？音飛んでます？飛んでないと思うけど。え、音飛んでる？飛び飛び？フラーって呼ばれてたね、ばあちゃんには。音大丈夫？音飛んでるのはラグなし配信じゃない。ラグなしっていうボタンじゃないの。そういうこと、そういうこと。ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんは沖縄の人でしょ。ばあちゃんは与那国だよ。しかも、沖縄どころか。まあ、沖縄だけど。与那国、与那国。まあ、与那国っつってもわかんないと思うけど。沖縄の人だったらわかるんだ。与那国っつったら。お疲れ。なんだろうね。俺の枠だけプツプツすんの。俺は分かんないな。入り直してみて。あれ出したじゃなくて、花火くんね。どうでもいいから。こんばんは。音声映像大丈夫、ありがとう。とりあえず、花火くんね。ファンタスティック花火4発。とりあえず、そっからだよね。ファンタスティック4発上がったら、要は、誰か金持ってるやつ40発バーンって投げてよ。気持ちよく雑談すっから、そうしたら。頼むよ。とりあえず40発よろしく。金持ってる人。とりあえずそっから始めようぜ。俺も眠いから。こんなん気持ちよく寝れねえよ。よろしく。いや、いると思うよ。俺はリスナー信じてっから。まあ、自分で掲げた目標だからね。はい、わたつ。おはよう。自分をゴミと認めろって、俺別にゴミだよ。ゴミだし、クズだし、カスだよ。俺別にそこ偽ってないよ。俺頭も悪いし、学歴もないし、仕事もしてねえし。別に俺自分が天才だとか言ってないでしょ。
うん、認めるも何も俺自分から言ってるよ。うん。ねえ、前から言ってるよね。別にゴミとかカスとか言われても全然反論したこと見たことないでしょ。501何インチだったかな、のりこ。38かな。え、何買ったの？何インチ？28インチだって。これは別にリスナーはゴミだとは思ってないけど、リーバイスの復刻はネットで買えるかどうかわかんない。どっかが先行発売してるって言ってたな。どこっつったっけ、のんちゃん。アメリカ版の赤耳のノンウォッシュ。どっかが先行発売してて、5月にリーバイスショップに入るって言ってたね。あ、そうなんだ。へえ。風船ありがとメンヘラ多いね。うちのアクはね、メンヘラ多いね。アイテムもらう人生悲しくないか？いや別に、働くよりマシ。働くより全然マシ。俺にとってはね。いいじゃん。いい大学入っていい会社に入ったって上級国民でしょ？要は。上場企業とか入ってんでしょ？全然俺みたいな、こんなクソみたいな人生生きてるぐらいだったらよっぽどいいよ。頭が良くて社会貢献して日本を背負っていくわけでしょ。こんな生き方してるよりよっぽどいいでしょ。なんでなんだろうね。なんで俺の枠メンヘラ多いんだろうね。やることがあって偉いじゃん。いや、死にたくなったよ。死ぬ勇気がなかったんだよ。まあ、楽しいっちゃ楽しいけどね。精神論語ってるつもりないんだけどね。いや、俺もただただ家でここに座って雑談やってるだけなんだけど。みんなそうじゃないの？あ、俺がメンヘラだからメンヘラが寄ってくるってこと？必死で配信しないと終わるぞ。いや、終わればいいじゃん。リスナーが心配することじゃないでしょ。メンヘラっつうか俺は発達障害だね。いや、まあまあ、そこそこ楽しいね。
あ、でもね、発達障害だけど、ひどくなると、うつ病とか統合失調症出るから、メンヘラはメンヘラだよ。おすすめの AV 女優か。準備整ってんのか。ちょっと待って、葉山芽衣。葉山芽衣。いや、テルは最強でしょ。いや、だから、リスナーさんの方から連絡があったから、どうなったのと俺が聞きたいぐらいだよ。葉山芽衣の、イチャイチャ系のやつ。葉山芽衣の一作品あるんだよ。葉山芽衣、ラブラブとかで検索してください。葉山芽衣、イチャイチャとかで検索してください。はい、僕は結構好きです。しかも女の子用の AV だったんだよ、それ。いや、ドレさん引退すると思うよ、俺。女磨く。あ、まあ、女に生まれたらね、綺麗でいた方がいいよ。はいはい、いってらっしゃい。めいちゃんによろしく伝えて。葉山めいかね。ニコ生嫌い。3音ついて一言でオワコン。知らない。ドルさんのことはドルさんに聞いて。のんちゃんの偉いこっちゃここで出さないで。いや、格闘技はやめないっつってたね。死ぬまでやるって言ってたね。ただ、ストライカーは無理だけど、グラップリングは続けるって言ってたよ。遺産が入ったのかね。遺産が入ったっていう噂は本当だったのかね。まあいいんじゃん。だからやばいよって別に何も焦りないんだけど、このままだとやばいじゃなくて、俺生まれた時からずっとやばいから 今現時点でこれからやばいよじゃなくて、もう生まれた時から俺の人生ずっとやばかったの。別に焦りとかねえから。わかる。上なんて目指さねえよ、くだらねえ。上も見て、下も見てもきりねえわ。俺そういうの嫌い。生きてるだけでラッキー。いや、まあ俺は運いいなとは思うけど。俺は運いい方だと思うのよ。いや、じゃあ上も下も見てもきりねえから、俺は前に進みたいのね。自分のやりたいことだけやりたいの。自分の手に入れたいものだけ手に入れたいの。上見ても下見てもきりねえから疲れる。上に行くとかも考えてない。俺は前に進みたい。七原見習いじゃねえよ。七原見たいんだったら七原見ろよ。ここは和道の枠なんだよ。みやびさん、テクニカルだったね。
テクニカルだったね。あと気持ちがすごい強いね、みやびさんは。いやいや、夢は見てるよ。志は変えてないよ。まあだから1億別に俺ことかは見てないよ。1億稼ぐ夢は諦めてないよ。とりあえず1億ね。カジノ賛成派。セゴ練習してるよ。パチンコに金を使うぐらいだったらカジノでしっかり国が管理した方がいいと思うのが俺の考え。行かないね。疲れるよ。包帯じゃない、リストバンドだよ。今日無理かな。もうやめようかな。なんか花火上がらなそう。やめっか、もう今日放送。うん、花火上がんなそうだな、うん、寝るか。今日は負けだな。あ、またありがとう、花火ありがとう。上がんのかよ。もうちょい頑張ってみっか。もうちょい頑張るわ。なんか上がっちゃったよ。これいけんじゃねえの今日。残り40発、残り40発、もしかしてワンチャンあんじゃないの、まだ。やるか、頑張るか、ありがとね。ありがとう。なんだよ、上がんのかよ。上がんのかよ。じゃあやめらんねえな。そうか。いけるな。流れ来てるな、これ。花火師が集まってくるな、これ。な、俺も今思った、いけるって。俺が俺らしく生きるために必要なのが40発なんですよ。俺が俺らしく生きるためにはそれくらい稼ぎたいの。あ、ありがとう、頑張るよ。ありがとうね。いや、誘導とか別に気にしてねえわ。めんどくせえわ。ヒートスっていうかツイキャスみたいなゴミサイトやるつもりないね。ガキしかいねえし。自演なんかしないよ。はい、和骨。自演なんかしても運営さんに半分いくだけじゃん。バカみてえじゃん。そんなことしないよ。なんだよ、自演って。ツイキャスってなんかガキどもが囲ってる印象があってあんま面白くないんだよね。なんか女子供のコンテンツだよあれは。ふわっちはね30代以上ばっかりだね。だいたいさ、あの金に余裕がある人ばっかりだよ。なんで俺らみたいな配信者にさお小遣いくれんだもん。あの金銭的余裕がないと無理だよ。女子供相手にね商売やりたくないし。っていうかガキどもが俺の話聞いても分かるわけないじゃん。金持
ち以外お断り配信じゃなくて金持ちが多くいたらいいなと思ってるの。全員金持ちじゃなくていいから、金持ちが10人ぐらいいたらいいよ。風船ありがとう。はいはい、頑張るね。26号いってらっしゃい、頑張ってね。何号がついてないって、何号って。頑張るよ。クソみてえなリスナーしかいねえな今日。クソだわクソ。シルバー？いや、買いたい人が買えばいいんじゃないの。別に困ってねえから。別に売りたいと思ってないのね。うん。買いたいやつがいたら売ってやってもいいよぐらいな感じでやってるから。別に売る気がない。うん。どうしても買いたいって言ったら考えてもいいよって感じ。ステッカー1000円。見せるのだるい。検索して、安売りしたくないじゃん。なんか舐められたくないから。ていうか1000円も出さないやつとかに、なんかリアツしましたとか別に声かけられたくないんだよね。うん。俺と1分喋るのに1000円ぐらい払うやつじゃないと俺は付き合いたくないから。いや、俺昔からこんな感じだけど、昔から全然変わってないよ。だってなんで俺がさ、そのリスナーと喋らないといけないの、プライベートで。
も別に変わってないよ。うん。何？花火初めてあげる1号になってくれんの？カモン。128号さん、行っちゃいましょう。受け取ります。アキラさんの花火いただきます。行っちゃいましょう。こんばんは。だから家族いねえっつってんだろ。うん、ああメール読んどくよ、 LINE で読んどく読んどく、返信はしないけど読んどくよ。はいよ。セブンティーンはもうやってないよ全然。風船ありがとう。眠いね。たまたま今日の外配信はたまたま声かけられなかった。いやいや、なんかリスナー見てたよ。うん、あ、和道だみたいな顔してなんか見てたけど声かけなかったね。3人ぐらいいたよ。うん、配信がなかったら何やってた？知らない。配信あるからね。うん。はい、了解でーす。LINE 了解でーす。配信スタイルっていうかね、セブンティーンがパソコンで放送できないのと、あとね、タバコ吸ったらバンなんだよ。だから無理だったね。まったりだね。飲んじゃ整形してないっつうの、うん、何回も説明してるでしょ。いやいや、めちゃめちゃ俺のパンチコンパクトだわ。大振りのパンチじゃねえわ俺。めちゃくちゃコンパクトだよ、うん、ありがとう。128号さん、ありがとうございます。ありがとう。花火一発目ありがとう。頑張るよ。アキラさん、ありがとうね。ありがとう。花火ありがとうございます。アキラさん、ありがとう。いいね。花火童貞を俺に捧げてくれたんだね。ありがとう。これからもよろしくね。ありがとうございます。フックってコンパクトなパンチなんだけど。あのにわかがさ、ボクシングについて語んのやめてくんない？俺もうボクサーなんだ、うん、あのボクシングやったことないやつにボクシング語られたくないね。ボクサーに向かってさ、あのパンチがどうとかやめてくんない？いや、ボクサーでしょ。笑われちゃうよそんなコメント。ボクサー歴2ヶ月。
だってボクシングジムに通ってたった2ヶ月であそこまで強くなれるやつ見たことあんの？天才だよ、ボクシングに関しては。たった2ヶ月ジム行っただけであんだけ強くなってんだよ。スカウトされてもおかしくなかったよ、若い頃だったら。俺が10代20代だったら多分バンバン声かけられたんじゃないの、会長クラスに。世界取ろうぜ。怖くないっつうか、クモン流とボクシングルールだったら俺勝つと思うよ。クモン流と俺やったら勝つだろうね、ボクシングルールだったらね。キックだったら多分負けると思う。あ、バブーとやった時はキックボクシングルールでしょ。俺キック弱いもん。はい、こんばんは。クモン流がどうとかじゃなくて、クモン流とボクシングルールでやったら別に俺勝つと思うよっつったの。キックボクシングだったら 100% 負けるけど、いや、リスナーさんからプレゼントしてもらったグローブはリスナーさんからいただいたよ。ケバブおごってあげたよ。うん、携帯電話代払えてんの？携帯電話持ってない俺。携帯電話自体を持ってない。これはあれ、家の Wi-Fi つないでるだけ。葉山メイ微妙だった。え、イチャイチャしたやつだった、イケメンと 恋人プレイみたいなやつだよ。恋人プレイみたいなやつダメだったか。おはよう。のりこは尿漏れしねえよ、バカ野郎。なんだよ、そろそろ尿漏れって。のんちゃん尿漏れしねえよ。嘘でしょ。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん起きて。のんちゃん尿漏れするの？のんちゃんしない？大丈夫？そろそろ尿漏れするってコメントにちょっとビビってるんだけど、飲んじゃう？尿漏れとか大丈夫？オッケー。しねえよバカ野郎。のりこは尿漏れとかしねえよ。やだよ俺おむつ交換とか。なんで俺がのんちゃんのおむつ変えんの？聞くだろ。そんな想定してないよ俺。
尿漏れパッドもあんの。いや、おむつとか変えたくないから、うん、知らない。ドレさんの復活なんか引退しちゃうんでしょ。6万いや何、俺がのりこのおむつ交換しないといけないの。なんで俺がのりこのおむつを交換すんの。全然意味わかんないんだけど。はいはい、いらっしゃい。何、責任って。何、責任なんかないんだけど。責任、結婚してるわけじゃないから。うん、別に結婚しても俺責任とかないと思ってるから。配信者はなんで結婚したいの。結婚するやつ俺バカだと思ってるから、正直言うと。うん、結婚するやつバカだと思ってるから。タンタン丸は普通にファンなの俺。タンタン丸めちゃめちゃ可愛いから。だって結婚とかする意味ないの。いや、だって結婚してる人も正直結婚して失敗したなって思ってないの。全然結婚する意味わかんないんだけど。うん、まあ当たってる人はいいと思うけど、別に結婚する必要なんかないと思ってるから。あんなさ、教会のさ、真ん前で神様の前でさ、一生この人幸せにしますって、この茶番でしょ。日本なんかさ、もうほとんど離婚してるんだから。あんなん結婚式とかバカバカしいよね、ほんと。もうクッソ笑うんだけど、ああいうの。何が一生アイスだよね。いや、別に子供産んでも結婚する必要ないと思ってるよ。あれもコントでしょ、コント。養う力がないっていうか、のりこの方が財力あるからね。俺が結婚したら右腕切るわ、宣言しておきます。俺がもし結婚したら、このこっから先切ります。こっから先切ります。こっから先切るわ、うん、宣言しておくわ。俺が結婚したらこっから先切り落として、
包丁で切り落として捨てる。うん。ここにレッツノートつけるわここにレッツノートつけて配信するわ。こうやってこうやってここにレッツノートつける。ここにボルトで、それいいだろ。23万円のレッツノートつける、うん、いやセンスあるだろ、センスあるだろ。レッツノートは右手にレッツノートくっついてんだよ、うん、いや俺昔からタンタン丸の方が可愛いと思ってたから、ことかより。俺多分ニコ生で配信一番見たのタンタン丸だから、マジガチでファンだから。タンタン丸の枠が楽しみで楽しみでしょうがない。知らないの、タンタン丸の可愛さ。タンタン丸めちゃめちゃ可愛いよ。え、タンタン丸の顔見たい人キャプローか。超可愛いよタンタン丸。タンタン丸、タンタン丸知らないんだね。もう超かわいいよ。タンタン丸。まあいいか、みんな調べて。あ、宮崎葵っぽい顔だね。そうだね。うん。タンタン丸がさっきコメント書いてくれたの。初見っつって。いや、俺ファンだわっつって、普通に。初見じゃねえわ。俺ずっと見てたわっつって。いや、付き合えると思ってないから。ふわっちじゃない、ニコ生の生主で最近ふわっちやり始めたんだって。でニコ生もコミュ爆したっつってたな。ツイキャスとふわっちがメインだっつってたね。ええ、別にあの俺が言ってる子とかが可愛いとかタンタン丸可愛いっつうのは性的な可愛さじゃないから、もっとなんかこう妹的な感じだから。子とかとセックスしたいとかタンタン丸とセックスしたいとかそういうのじゃない。もうなんつうんだろう、プーさんかわいいとか、スヌーピーかわいい、コトカかわいい、タンタン丸かわいいって同じジャンルだから。みんな分かってない。スティッカーも見てないね。わかる。だから付き合いたいとかないの。別にコトカと付き合いたいとかみじんも思ったことないよ。はい、わかつ。うん。こう、動物的な可愛いだよ。タンタン丸？はいはい。いや、タンタン丸普通に可愛いよ。ていうか、タンタン丸結構有名配信者だし。なんか写真がなんか変なキャプチャーしかねえな、タンタン丸。うん、なんか写りが悪いのしかないんだけど、うん、これがサムネがこの子だね、うん、サムネがこの子、うん、
マリニャンの方が可愛いよね。わかる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 。マリニャンの方が可愛いよね。わかるわかる。オフパコ希望の DM とかは、遠回しに来るね。遠回しに来るけどシカトしてる。今日はケバブ。腹出てきたね。ケバブうまいよ。ケバブ食ったことないの？トルティーヤにレタ、レタ、キャベツか。キャベツの千切りと、トマトと、で、鶏肉とか、ビーフの肉切り刻んだやつが。いや、ケバブはうまいよ。ケバブって知らないの？見た、ケバブってどこにでもあるんじゃないの？ケバブって東京にしかないの？ケバブって知らないみんな。田舎の方ないのかな？沖縄とかもないのか。こういうのが店の前にあって、これ鶏肉の肉を重ねたい、ビーフが重なってるので、グリルで焼いてるの、回転してて、でこれを上から包丁で切り落としていくんだけど、こういうやつだね。こういうトルティーヤに、なんつうんだろう、肉とトマトとキャベツを詰め込むっていうか、こんな感じ。ケバブって田舎の方ないのかな。こういう感じ。普通にうまいよね、ケバブね。ケバブうまいよね。タコスはまあね、あんまりないか。ないんだ。ピザはあるでしょ、さすがに。え、どこそれ、135、どこに住んでんの。いや、マジで花火もっとちょうだい。頼むよ。みんなよろしくよ、花火。新宿は路上で何店舗もあるし、六本木にもあるし、あとどこだろう。あ、秋葉原とかもあるね。ケバブ知らないってなんか結構衝撃だな。ジャンクフードっていうか、ハンバーガーみたいな感じじゃないよ。むしろなんか手作り感はあるよ。まあジャンクだけど、なんかマクドナルド的なもんじゃないよ、ケバブって。美味しさわかんねえか。あ、パチンコ屋の脇でもあるんだ。いや普通にうまいけどね。まあ安っぽい肉の味がするっていうか、安っぽい肉だからね。田舎でやったら流行るかもね。ケバブはミスチルの歌詞に出てくんの？え？ケバブなんて出てくる？え？どんな歌に出てくる？あー、そっか、年寄りは食べないだろうな、ケバブな。確かに若者の方がウケるだろうな。でもさ、お年寄りって意外とジャンクフード好きだけどね。あれ、敷居が高いと思って食べないだけで、マクドナルドとか食べたいらしいよ、本当は。興味はあるんだよ、お年寄りって。ただ若者が食べるもんだっていう先入観で入りづらいって聞くけどね。なんか恥ずかしいっていうかさ。名もなき歌、俺の名もなき歌めちゃめちゃ泣けるよ。選ぶ始めましたにあるんだ、ケバブ。へえ。
あ、がっつり稼いだんだ。へえ。北陸にないんだ。結構流行りそうな気がするけどな。巣鴨にケバブはちょっと確かに違和感あるよね。っていうか、まず外国人っていうのがハードル高いんでしょ？店員が。怖いんでしょ？外人じゃん、店員が。手巻き？何が手巻きなのか分かんねえな。酒を飲みながら、もうそんな感じじゃないな。酒飲みながら食う、酒には合わないよ。なんだろう、野球とかサッカーとか見ながら、コーラ飲みながら食うとか、映画見ながら食ったら最高みたいな。わかる？なんだろう、こう、なんかテレビとか見ながら、何か見ながら、こう、食いながらみたいな、そういうなんか、そういう感じだな。わかる？そうだよね。ジャンクフード的な感じだけど、マクドナルドよりもそんなにジャンクしてなくて、体には良さそうだよ。むしろなんか野菜とか、刻んだキャベツとか新鮮じゃないとうまくないから、トマトとか。だからなんつうんだろうな。ジャンクっぽくはないけど、ジャンクなんだよね。そうそう、サンドイッチなんだけど、トルティーヤがうまいの。サブウェイ、タコスが一番近いよね。感覚としては。おしゃれっていう感覚じゃない。もっとなんか、俗っぽい感じ。要は屋台みたいなところで売ってんの。店の屋台みたいな、簡易店みたいな、露天店みたいな感じを、なんか木でベニヤで作ったような店で勝手にやってんの。だからもっと歩き食いするような、なんか伝わらないよね。 いや、春巻きとは違うだろ。 春巻きではねえだろ。 春巻き遠くなったわ。だったらまだハンバーガーの方が近かったわ。そう、ホットドッグだね。アメリカでいうところの多分ホットドッグに近いと思う。ハンバーガーよりもホットドッグより。そんな感じだね。腹出てきたね。腹出てきた。てか顔パンパンだしね。そろそろ減量しないとまずいよな。減量しないと。タコライスは別に家で作れるよ。っていうか今アマゾンとかでタコライスの素って売ってるから、タコライスってご飯引くじゃん、平たい皿に。で、レタス刻むんだよ。で、レタス乗っけるじゃん。で、トマト角切りにして乗っけるじゃん。で、そのタコライスの素でひき肉炒めるんだよ。乗っけるじゃん。終わりだよ。家で作れるよ、タコスもタコライスも。アマゾンで売ってるはず。タコライスの素。で、家で作るのも店で作るのも味そんな変わんないよ。要は、ひき肉のタコライスの素は一緒だから。普通に家でできる、やってごらん。で、普通に再現できる味だから。誰でも作れるよね。てか、家で作ってる人結構いるよ、タコライスは。で、そんなにうまいもんじゃないよ、別に。なんか、あーって感じ。いや、まずくないけど、まあ、普通にうめえな、みたいな。あ、こんな味か、みたいな。そんな変な味じゃないよ。もう想像通りの味だね。想像通りの。あ
沖縄のすき家のタコライスはタコライス風だと思った方がいいかもしれないな。どうなんだろう、なんか微妙そう。すき家は結構勝負するんだけど、そういうなんか微妙な感じするね。いやもう料理配信はやだ、やんない、料理配信はやらない、今後一切やらない。ありがとう花火、ありがとう、ありがとうね、ありがとう128号さん、あきらさんありがとう、あざーす、配信落ち着く？ありがとう。うん。おやすみね。おやすみ。ありがとうね。タコライスはそうそう、沖縄の料理なんだよね。うん。ていうか、沖縄の料理うまいもんないよ。全部ケチャップとか塩味なんだよね。いや、もうカレーはもう嫌だ。俺、リスナーに見ろ見ろって言われたけど、本当に。なんかテルのこと嫌いになったもん、ちょっとテルのこと嫌いになったもん、あの動画見て、うん、もう料理配信は二度としないだし、もう誰にも振る舞わない、うん、出汁の概念がないね、旨味成分の概念がないの沖縄には。だから沖縄料理ってまずいよ。はいはい、128号さんどうも。なんでっていうか、出汁を取るっていうのがね、あんまり概念がないらしいね、うん、カレーは NG ワードです、うん、いや普通に、なんか俺は普通にうまいと思ってたし、テルもシュマもクソうまいって言ってくれたんだけど、青山がめちゃめちゃまずかったって言ってて、ドレさんから連絡来ないね、配信やめたんじゃない、うん、うん、いやステーキとかうまいよ、アメリカ米軍があったし、もうあそこアメリカだったからステーキとかめちゃめちゃうまいよ。てか南の方の国ってあんまうまいもんないよね、なんでなんだろう。いや受け狙いだとしても気分悪かったわあれ、普通になんかもうテル嫌いになりそうだと思う。てか若干テル嫌いになったわ俺、もうあそこの家は行かないね。のんちゃん帰ってない、後ろに寝てるよ、普通に傷ついたわ。いやまずいならまずいって本人に言ってくれりゃいいのにさ、なんかお腹下したとかさ、そんなん絶対ありえないから、だったらパルとかシュマとかもさお腹下すんでしょ。いや普通に嫌いになった。俺は多分青山の家にはもう行かないと思う、企画とかでは絡むけど、うん、ちょっと嫌な感じがした。嘘、俺のヘッドホンが爆発する夢怖っ、うん、アインシュタイン稲田、アインシュタイン稲田が知らない、うん、カレー NG ワードだから、何回言っても分かんないよ俺は。もうカレーってコメント読みたくないから、カレーっていくら書いてもコメント欄には表示されないです。いやもう行きたくないね正直。テルが少し嫌いになったし傷ついたよ。知らない、うん、俺のカレーを否定するやつは俺は付き合いできないでしょ。
歯磨き2回ぐらいかな、朝起きるときと夜寝るときで、なんか昼食ったときに家にいたら3回磨くかな。いやもう料理配信はもうやんないから、二度とやらないし、もう配信者に飯も食わせないし、もうなんかもう料理の話題もしたくない。こんばんは。もう風評被害食らってるわけだから気分悪い、単純に気分悪い。料理の件はもう作らない、もう話さない。いや普通に傷ついたよ、うん、ありがとう匿名さん花火ありがとう。いやまずかったらまずいって本人に言ってくれたらいいんだけど、パルもシュマもうまいうまいって食って何ばかりもおかわりしてたのに、そのテルだけなんか後から美味しいよって言ってくれたのに、腹なんかトイレに7回駆け込んだとかさ、なんか腐ってたとかさ、異臭がしたとかさ。そういやだから なんつうの、そう言えばいいじゃん本人に、うん、そっちの方がひどくない？自分の枠で陰口言うっていうのが、俺陰口大嫌いなんだよね、うん、いやだから普通にあのカレーは自信あったから、だからパルに聞いてみればうまかったはずだから、うん、なんでパル愛情込めすぎたかどうかわかんないけど、いやにそんなに入れてねえわ、まあ、とにかくもう料理の件は俺傷ついてるからもうやめて。いやだからきちんとした料理出してたから、もういいんだよ、もうこの話やめて、気分悪いわ本当に、気分悪いわ、うん、いやだからそれが失礼な態度だって。料理作ってる人にあのかけてまずいって言うほど失礼なことないから、口合わないんだったら本人に言うべきなんだよ。いやもう絶対行かない、俺テルの家行かないし、テルの家に行かないし、はっきり言うよ、じゃあもう今言うわ、はっきり言うよ、テルが作った料理食ったことあるけどクソまずいから、テル味覚音痴なの、テルが作ったものクソまずいから、あいつにまずいって言われたのが本当に腹立ってんの。テルが作った卵焼きめちゃめちゃまずいから、めちゃめちゃ料理の基礎もなってないし、めちゃめちゃ味濃いから、だから嫌なの。いや俺リスナーに食わせたら絶対勝てるから、絶対勝てるから、うん、いや言ったよ、クソまずかったから、俺テルの家で飯食ってるから、うん、はい、じゃあ皆さんお疲れ様です、ありがとうございました、アイテムありがとう、お疲れ、気分悪いからこの話振らないで。